レータ軍はアメリカが二2010年国勢調査での人口は37,244人である。軍庁所在地はモスコーであり、同軍で人口最大の都市でもある。モスコーには州の機関大学であり、土地付与大学でもあるアイバホ大学がある。コロンビア側盆地の中で広くうねぎの多いプレーリーのような地形であるパルースの東部大半が入っており、 農業が盛んである。レータ軍は、アメリカ合衆国議会の立法で成立したことでは、アメリカ合衆国の唯一の軍である。1888年5月14日に、設立され、軍内北西軍を流れるレータクリークにちなんで、名付けられた。レータは、ネズパース語で、松の木と、すりこぎの場所という意味であり、ネズパース族インディアンがここでひなよりの根をすりつぶす。 ために適した石を見つけ、また作業を行うために白松を表位にしたからだと言われている。レータ軍の全体がモスコー統計上ショート試験となっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は1076.89平方マイルであり、このうち陸地は1076.65平方マイル。 水域は0.24平方マイルで、水域率は0.02%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。レータ群労働人口の40%はアイダホ大学、または隣接するワシントン州プルマンにあるワシントン州立大学で働いている。レータ群内には数多い種類の植物や動物がいる。西洋白松など樹種も多い。 動物種には、薄姫ドリア、ラフスキンドイーモリンがいる。レータ軍は、昔から、アイダホ州の中でも、政治的に競争の激しい軍である。アイダホ州自体は強力な共和党の地盤である。2000年と2004年の、アメリカ合衆国大統領選挙では、州内の他の軍と比較して最も低い率で、共和党候補者に投票していた。ジョージ・ w、ブッシュは2000年で、 軍内投票総数の53.3%を獲得したが、2004年では49.5%にまで落ち、一方民主党候補は37.0%から48.0%まで増やした。2000年の選挙で6.5%を得た、ラルフ・ネーダーは2004年に出馬していなかった。2008年大統領選挙では、 民主党候補のバラク・オバマが51.9%対45.1%で共和党のジョン・マケインを下した。2006年、アイガホ憲法で同性同士の結婚を違法とする修正案について、データ軍では55.05%が反対した。この修正案は、州全体では63.35%の賛成で成立した。大変人気のある。 スキーリゾート地域であり、アイバホ州では民主党の地盤の一つであるブレイン軍とレータ軍の二軍だけがこの修正案に反対した。軍内の選挙区を見ると軍人口の64%集中し、大学長であるモスコー市では民主党がそこそこの差で勝つのが通常であり、軍内の他の伝言部では共和党の強固な地盤である。モスコー市にあるアイバ大学管理旨、 1909年建設2000年国勢調査結果では、軍内未編入領域の人口は9044人であり、軍人口の25.9%だった。ありがとうございます。